はいどうも、今回はダイソーの方で気になる商品があったので紹介したいと思います。今回購入してきた商品なんですが、こちらです。 4way キッチンタイマー、200円の商品なんですけど、これなんかね、時間、タイマー、アラーム、あとなんか温度計、はい、4つの機能を持ったキッチンタイマーということで、こう回すと機能が変化するっていうのが気になってちょっと買ってみました。これはダイソーオリジナルの商品です。一応電池が単4電池2個必要ということで、これまた別で買ってきましたので、ちょっとまあ中開けて実際電池入れて試していきたいと思います。はい、本体説明書です。なんかこうカラカラなってるので、とりあえずここに電池ボックスがあるので、こちら電池入れてみたいと思います。まあこれ初期設定なんで、まあ1月1日2013年、だからもう結構前に出た商品なんでしょうね。2013とここの表示が出るってことは、まあ表示としては日付、年で時間、あと下にサンデー、マンデー、チューズデー、ウェンズデー、サーズデー、フライデー、サタデーっていう表示があるので、そういった感じで、まあチューズデー、この時の1月1日が火曜日なんでしょうね。はい、点滅しています。これがこうなのかな、この上の表示をアラームの表示になるように上に向けると、こちらがアラームになります。でこれをまた変えると、はい、今度はタイマー、はい、で今度は温度、これ今室温30度っていう形みたいです。この4つの機能があります。この向きを変えると、はい、変わりますんで、まあ、タイマーですね。まあ、時間とかはね、説明書で、まあ、合わせ方書いてるんで、まあ、実際購入された場合は、そちらが参考に、セットに関してはしてもらったらいいかなと思うんですけど、まあ、料理作る時のね、キッチンタイマーなんで、まあ、タイマーの方を実際見ていきたいと思います。まずね、後ろに、まあ、矢印のボタンとセットのボタンと2つあるんで、このセットをこの状態で押すみたいですね。じゃあここまず10秒にカウントをセットします。セットを押すたびにこのカーソルがこちらこちら移動していきます。動かすとこうカウントダウン始まりますんで、はい、まあこの矢印のマークで、時間を伸ばして、セットでという形ですね。で、アラームが鳴ったらセット押せばっていうところなので、はい、これがキッチンタイマーです。まあね、デザインも結構シンプルなデザインなんですけど、向き変えるだけなんで、キッチンに置いとくには、まあお手頃なサイズじゃないかなと思います。はい、まあこれが今回気になったので購入してみました。まあキッチンにちょっと置いとこうかなと思ってるので、こちらは扱っていきたいなと思ってます。こちら気になった方は、ダイソーの調理器具とかを売ってるコーナーで見かけました。気になる方はダイソーの方に足運ばれてご確認ください。はい、じゃあ今回はこの辺で、また気になる商品見かけたら、ご紹介したいと思います。それでは。